どうも世界数少ない100億人のカラファンの皆さん、おはようございます。原西です。12月31日2019年最後です。最後です。はい、早いねですね。はい、まあ今日ねパチンコ行こうかなとも思ったんですけど、まあ今日はオフにして、はい、いろいろ振り返ってみたりとかね、やっていきたいと思ってます。はいはい。何振り返るの？何を振り返る？いや、いろいろね、あるんですよ。ブログ僕が一応やってるの で、 やってます、ね、そこに毎月の報告とか載せ、たりとかしてるので、まあ、総まとめですね。総まとめ、はい。まあ、いろいろ2019年もね、どういう年でした？長くなりそうだな。そうだな。まあ、そうだね。まあ、変化の多かった年でしたね。ですよね。はい、挑戦っていうと言葉がね、ちょうどいいかなと思うような、そんな年でした。そうですね、はい、そういう動画もねちょっと撮っていったりとか今日していきたいので。確かに、はい、お酒飲みながらとかやりたいね。なんかね、はい、やりましょう。はい、はい、そんな感じで今日も頑張ります。はい、はい、自分次第でどこにでも行ける。宇宙を突き抜けてどこまでも僕は笑う。この笑顔で世界どうもー。はい、こんばんは。こんばんは。こんばんは。あ、ハロー、ますみです。見てくれてますね、僕らのチャンネル。はい、見てくれてる。本当ですか？ありがとうございます。はい、本当見てくれますか？見てます、いつも。いや、僕は旅行く前にね、YouTube やるんでチャンネル登録しておいてくださいねって言ったら既読スルーしてましたけど。いや、実はこっそり見てます。あ、ちゃんとこっそり見てます。堂々と見ていいですから、僕らのチャンネルで。やましいことなんもないんで。もう声を大にして言ってください。あ、わかりました。はい、はい、周りにも紹介してくださいね。あ、はい、はい、まあ、そんな真澄さんとね、さっき僕は、西村さんが教えてくれたね、インド料理屋に行って、はい、ご飯を食べようと、めちゃくちゃ美味しいんでね、紹介したいなってことでそこ行こうって誘ったんですけど、はい、そこはやってませんでした。今日やってますよって普通に言ってたじゃん。いや、ネットでは書いてあったんですけどね、オープン中みたいなね。まあ年末だしな、デートで一番言っちゃいけませんこういうの。はい、一番ダメなんです。一番ダサいですよこういうのね。結局どこ行った？結局もつ鍋を食べに行きましたね。あ、食べました。いいね、もつ鍋ね。寒いから、まあ、ちょっと良かったんじゃないですか。はい、そんな感じです。はい、はい、今時刻がね、まあ、12月31日なんですけど11時13分ですよ。もう少しだな。はい、年明けで今日は真澄さんが我が家、今僕いるんですけど、この家に泊まっていって行くということで。帰ります。ちょっと西村さん帰ってくださいよ。俺が、あ、俺が、俺が問題ないよ。俺が問題なの？ねえ、あ、僕がいるからちょっと泊まっていけない。あ、いやいや。あ、ちゃん、さっきやってね、さっき言って全員が気まずいじゃないですかって言ってましたよね。いや、全員気まずいでしょ。そうでしょ。そんなことない。そんなことあるか。もうあるかな。はい、まあまあ、でも明日はパチンコ一緒に家に行ってきてくれるんでね。はい、簡単。そうそうね、簡単から。大丈夫ですか？おみくじとか引かなくていいですか？パンパンとかやんなくていいですか？いいです、いいです。そんな儀式なんな、いいやないやすごい。今日すごいおみくじ、すごい大吉聞いたら今年すごいと。そんなバカな女しか行かないからね。そんな行くのバカな女しかいませんから。言い過ぎ言い過ぎ言い過ぎ、いっぱいいるからそのやつ、いっぱいいるから。みんなバカになっちゃうから。そうそう、マジこっち行きましょう。そうだ、前も一緒に行ったことあるんだね。その時ね、マジで本当ですか？あ、はいはい。何言ったか覚えてますか？忘れました。忘れました。北斗武装2をしましたね、一応ね。あ、で、かなりずっと連チャンして、珍しく閉店でストップっていうやつ。閉店ギリギリまで。ちょっと疲れちゃった。そうですか。はい。だから疲れちゃうな。もう僕のまあテクニックは全て教えてありますんで。はい。はい。明日よろしくお願いします。はい、頼もしいですね。はい、あと うちの会社の一人もまあ来ますからね。まあ、もっとな。はい、はい、ですね。楽しく行きたいと思います。はい、
もういいですか、年最後ですけど、なんかまとめたりしたいのあります？言っておきたいこととか。動画あと1本作ったら寝よっかなって感じですね。はい、はい、僕は毎日動画作るからパチンコするしかしてないんで、はい、それだけで十分ですよ。僕らは今日デートしてましたからね。いいね、デートしたんですか？いや、ご飯こうなっちゃってデートではない、はい、デートではないと、デートではない、すぐ否定されましたけど、はい、一緒に映画見たんですけどね、今ね、あ、今ね、うん、スマホでね、スマホで、はい、はい、うん、僕が帰ってきたら、膝枕してたんですよ。あー、見られちゃってた、うん、見られちゃってましたね、ちょっとそれはパラコの膝の上にね、頭が乗っかってました。やらせのやつやらせのやつだ、やらせって言っちゃいましたね。あ、おーとか言ってどれ、俺どうリアクションすればいいか分かってなさすぎるわと。ツッコミにツッコミねえよ、クソつまんねえことしやがってなんか僕らの動画見てて面白かったところとかあります？なんか女性がいるといつも、はい、あの表情が緩むっていう、いつもチェックしてました。可愛い、見ちゃってました。いつも鼻がさ伸びてた。あ、伸びてた、伸びてた。いやー、ちょっとまずいですね、それは。まずいね、それ。お母さんのこと見てるんでね。あ、本当に。はい。もう硬い顔していきます、これは。キリッとね。キリッと。はい。ということで、まあ、明日も、まあ、年明け一発なんですけど、かなり期待できるお店がありますので。ね。はい。すごいよね。去年、僕そこで1日ね、AKBの、あの、まあ、319のコースね、打って、うん、20万近く勝ちました。一人で？うん。あ、二人で行ったんだけど、まあ、僕の収支は20万ぐらい。ああ、なるほどね。はい、すごいね。5万発以上出たのか。はい。6ぐらい。すごいね。うん、まあ、そんな感じです。はい、いいですか？以上で。はい、以上で大丈夫です。はい、ありがとうございます。じゃあ、はい、また明日もこの3人で頑張っていきますんで、はい、楽しみください。はい、はい、じゃあバイ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 。良いお年を。良いお年を。絶対来年じゃん、これ出んの。あ、そうか。まあいいや。はい、はい、来年ってもあと1時間後。